お待たせいたしました。欅平行き発車いたします。皆様、本日はご乗車ありがとうございます。この列車は宇奈月11時27分発、黒薙金釣り方面欅平行きです。途中の黒薙には11時50分到着、黒薙到着11時50分、金釣り到着12時24分、金釣り到着12時24分、終点欅平には12時45分到着、終点の欅平には12時45分に到着する予定です。なお、この列車は運転士立林、車掌北野が終点欅平までご案内いたします。次の停車駅は黒薙です。この列車途中の柳橋もみじは通過する予定です。この列車途中の柳橋もみじは通過する予定です。停車後、窓付き車両、右側のドアが開きます。
ただいまです。終点欅平でございます。
どなた様も車内に落とし物、お忘れ物などございませんようご注意お願いいたします。降り口は右側です。お降りの際は足元を頭上にお気をつけお降りください。お客様のお出口は列車の進行方向とは逆方向にございます。うわ、びっくりした。
ダムの内部見学には事前予約が必要です。通行再建がございます。途中の